キエルゼにあるリゼウムポーランドの教育として、この項目ではポーランドにおける教育を解説する。前期中等教育までが義務教育とされている。7歳から6年間の初等学校で始まる。13歳になると3年間の前期中等教育であるギムナジウムに入学し、試験を受けて卒業する。後期中等課程はいくつかの選択があるが、最も一般的なのが3年生の 普通高等学校と4年生の技術高等学校である。両家庭とも家庭修了と大学入学資格を兼ねた統一試験マトウラに合格すれば卒業できる。その上に位置するのが高等教育であり、学士、修士、博士と続く。共産主義時代1960年代に建てられたブローツワフの小学校第二次世界大戦前は中等教育学校は 有料で制限され、特に地方の児童は教育が受けられないことが多かった。第二次世界大戦中に起こったポーランド分割により、ポーランドの教育の大部分は秘密化に行われた。1952年1989年、人民共和国時代の教育は共産主義国家に管理され、小学校から大学まで提供し、授業料は無料となった。べての学校で、 同じカリキュラムで教育され、田舎の学校も都心部と同レベルの教育となり、国家がすべての教育施設をコントロールした。子供が学校に行かない場合は、親や保護者は法律状況性的に刑務所に入れられるとされた。カリキュラムの計画は、子供は広い基礎知識を得、自らのために考え、科学的世界観を持って卒業する。地方の村から、 都心部まで数百の中東教育学校の建設の大掛かりなキャンペーンが行われた。1956年、すべての心身ともに健康なポーランド人の子供は教育を受けられるようになった。特別支援学校も設立した。1945年、教育計画は明確に述べられ、その後執行された。学校は再建や建築され、 新しい教師は養成しなければならなかった。戦前のナチとソ連による知的階級の大虐殺とインテリア高度な人材の他国への移住により教育においてひどく人材欠乏であった。共産主義者は自らがコントロールするポーランドの新しい教育システムで強要された階級を構成する機会を得た歴史及び科学はマルクス主義の視点と 政治的検閲の題材としなければならなかった。1948年、カリキュラムは共産主義のイデオロギーそしてより中核的なセオリーにとって変わった。様々な科学は共産主義イデオロギーにより影響された。多くの西洋の本や出版物は不法と制定され、所持や所有は罰金または投獄とされた。支配階級から許可されたのは、 社会主義リアリズムのみとなる。戦時中、ほとんどの大学の建物は破壊されたが再建され、ソ連をモデルとし構造改革をした。進学の教授は国立大学から排除され、新しく2つの進学短大ができた。1963年、大学や短大の数は1938年と比較し2倍になった。共産主義政権が終わり、 1999年9月1日より、ポーランドの教育組織は改正された。初等学校が8年から6年に短縮され、中等課程は4年生のリツウムから3年生のギムナジウムと3年生のリツウムの計6年に変わった。つまり8.4世が6.33世に改められた。多少ポーランド独特の部分を含んだ以下の評価システムが用いられている。 1990年代初頭までのシステム古い、システムは4段階評価であった。学年度末に成績評価があり、2を取ると留年か、特別に招集された委員会メンバーを前にして、追試を受けて成績評価を変えるしかなかった。3以上の評価を受ければ、次のレベルに進むことができた。年間に提出した宿題や試験の点数なども、 同じ等級で成績がつけられるが、その成績に、プラスやマイナス、教師によっては、ダブルマイナスをつけて細分化することもあった。この分数になるような成績は、最終的な評価では認められなかったが、通常こういった、プラス、マイナスを含む成績を合計して算出した、年間平均値を最終成績とした。5は予定された、学習内容の達成度が常に100%である。 ことを示すが、時には常に期待以上の出来という意味で子が与えられることもあった。故に評価のメモリは以下の通り14種類である。はまれに使用される尺度である。イコールはイコールではなく、ダブルマイナスを意味した。新システムゴリーニュにある第一ギムナジウム1990年代初めに1と6を加えた新しい評価方法が導入された。 新システムでは1が、落第、2から5が、9代、6が優秀である。旧システムのようにプラスやマイナスを加える。ただし、6に値しない成績は5と評価されるため、6にマイナスを加えることは滅多にないし、落第するしないの分かれ目が1と2であるため、1にプラスがつくこともほぼない。評価の目盛りは、以下の通り。は時折用いられ、 は滅多に用いられない評価合格の分かれ目で、追試験を受けなければならないのは、旧システムでは3、新システムでは2である。どの科目で1を取っても、留年となり合格した科目含めてやり直すはめになるため、教員は落第評価をできるだけ避け、年度末の最後の週に何がしかの特別試験を設けて、2に修正できるようにしている。その結果、落第評価を受ける科目は、 通常、重要とされる、ポーランド語や数学といった科目に限られている。ワルシャワ大学の正門大学レベルの教育は2から5の範囲で0.5ずつに区切った数字評価を用いている。2.5や5.5という成績はなく、常に期待以上の出来という成績は5.0で表される。3.0体は、過労受点合格という意味で非常に稀に用いられるが、 正式には3.0と何ら変わりはない。高等教育の成績評価は、学期末に1回ではなく、学期ごと年2回行われる。科目によっては、最終成績が一つの試験結果の評価であったり、学期を通した成績評価であったりする。校舎は、一般的に学期中の評価をすべて合計して、何らかの尺度によって、最終的に2.0から5.0の範囲に、 換算される。落第成績は単にその科目の再履修を意味するだけである。再試験や時には委員会試験といわれる特別試験を受ければ評価の修正も可能ではある。頻繁に落第評価が付けられているため多数の学生が初めての履修科目で落第することがある。2005、6年最も人気のある。 義務教育の外国語は、ワルシャワ日本人学校は小学校と中学校のみで、幼稚園はない。原則として9月からの入園となる。ポーランド国内のインターナショナルスクール、国外にある日本の私立高校などがある。インターナショナルスクール、ありがとうございます。